私、トワイライトスパークル、魔法の国エクエストリアのポニービルに友情の魔法を学びにやってきたの。楽しい仲間がいっぱい。スピード自慢のレインボーダッシュ、歌が大好きピンキーパイ、おしゃれが大好きなラリティ、しっかり者のアップルジャック、小さな動物と仲良しのフラッターシャイ。一体どんなことが起きちゃう起きちゃう。今日も楽しいポニーたちのお話スタート。だからハイハイハイ、幸せがきっとハイハイハイ、歌い出す輝いてるこの季節に胸が踊るの。止まらないドキドキは始まりの合図、さりげなく見つめたら耳が熱くなるのよ。初めてのワクワクに戸惑いのメロディ、私から声かける、チャンスが欲しくて。放課後の昼下がり、ふとした偶然があなたと私の未来を変える。教えてね、教えて、そんなハイハイハイ、幸せにこの番組はブシロードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。早く捕まえてプリンセスをお助けするのです。おさがり、マヌケども。どこ行くんだ。ナイトメアムーンを止めなきゃ。ずっと起きてたからね。子供だもん。おやすみなさい。エレメントオブハーモニーなあ、あれがないとナイトメアムーンを止められない。エレメントオブハーモニーって何なんだよ。ナイトメアムーンのことなんで知ってんだ。もしかしてスパイの。はあ、落ち着きなよ。スパイじゃない。でも何か知ってるのは確か。そうだよね。予言の本を読んだことがあるの。エレメントオブハーモニーだけがナイトメアムーンを止められる。でもそれが何か、どこにあるのか、どんな力かもわからない。エレメントオブハーモニー大百科。そんなのあったんだ。6つのうち知られているのは5つ。親切、笑顔、優しさ、信頼、忠実。6つ目は謎である。5つのエレメントが置かれていたのは姉妹が住んでいたお城の中。そのお城があるのはカエラズの森。ダメだよそんなの。こんな気味の悪いところに友達を一人でやれない。リンゴ飴みたいにぴったりくっついて離れないよ。うんうん、聞いた聞いた、リンゴ飴あるんだってさ。ねえ、私も食べたい。みんなこの森来たの初めて。あ、当たり前じゃない、こんな不気味な森。変なとこらしいよ。エクエストリアとは違うって。どういうこと。それは誰も知らない。どうしてか。もういいってば。森に入ったポニーはみんな出てこれなかったから。二度と
助けてからフラッターシャイとくるくる回ってスタンバイで、あんたをキャッチした。そうね、ありがとう。本当に助かった。だけどね、マンティコアだ。戦うしかない。いかが今のキック。いやー、フェアが知ってたの？うん、でも誰だって親切にされたら嬉しいでしょ。本当にどっちを向いても不気味なところね。やだ、真っ暗じゃない。お城が見えてくるはずなんだけど何も見えない。いたの？見えなかったわ。ここにいるね。あ、待った。何か踏んだみたい。ただの泥だって。沈んじゃうと。あの子どうしたの？いとこ怖いし影にドキドキ。おかしいわ。そんな時はいつも枕をかぶってたの。でもグラにパイがある時あたしに言ったの。なんて言ったの？ほらピンキー、勇気を出して立ち向かうのよ。怖いものはすべて笑い飛ばそう。どうすりゃいい？
じゃ。大海蛇さん、どうして泣いてるの？泣いているわけ？ここに座ってぼーっとしてたら、こんなベトベトした紫の煙がスッと通り過ぎて、わしのひげをちょん切っていった。こんな風にね。おかげでこんなみっともない顔になってしまったんじゃ。バカらしい。そんなことで泣いてたわけ？泣いて当然だわ。ほんと無神経な子たち。ほら見えるでしょ、鱗がキラリと光ってとっても綺麗だよな。たてがみもかっこいいし。そうなんだよ、そうなんだよ。爪だってお手入れが完璧。そうだよ、わかる。でも立派なヒゲがなきゃ全部台無しだわ。いやー、そうなんだよ、もうおしまいじゃ。美しいあなたにこんなひどいことをするなんて許せないわ。私に任せて。アホー、なんで鱗を引っこ抜くの？ラルディ言ったよ。尻尾が、あら全然いいの。ショートが流行りだし、どうせまた生えるもの。渡れる、行きましょう。じゃあお礼だよ。お城だ。エレメントオブハーモニーはあの中よ。やったわ。ドワイライト待ってよ。すぐそこよ。落ちそうになってばっかだね。ねえ、どうする？任せな。そっか。レインボー。誰だ？レインボー。怖くないよ。さあ出てこい。待っていたのよ、一番上手に飛べるポニーが来るの。それって決まってるでしょ、あなたよ。マジじゃなくて、だよね、もちろん。ねえ、あのさ、それワンダーボルトに伝えてくれないかな。ずっとあのチームに入りたかったんだよね。ダメよ、あなたは私たちの仲間になるの。シャドーボルトの私たちは帰らずの森で一番のチーム、そしてもうすぐエクエストリア1のチームになる。でもそれにはリーダーがいなくちゃ。誰よりも輝いてて、あ、早くて、あ、勇気のあるポニーがね。それ僕のことじゃ。なってくれる？あなたが。わなるなる。でも橋を直さなきゃ。待ってて。ダメよ、今すぐなってもらう。レインボー、ねえ何してるの？大変。レインボー、それで決めた。ありがとう、誘ってくれて。でも入るのはやめたく。さすがレインボー。ほらね、友達を見捨てたりするもんか。ねえ、トワイライト、探してたのってこれかな？エレメントオブハーモニー、やっと見つけた。気をつけて、外ね。1、2、3、4、5、5つしかない。6つ目はどこ？本によれば、5つが集まって生まれた光が6つ目を導くって。それってさ、どういう意味なの？私に考えがある。下がってて、危ないかもしれないから。出てよ、邪魔しちゃダメ。
戦うのか、この私と。出ると思ってるのかい？お前はもうプリンセスに会うことも太陽を見ることもない。夜が永遠に続くからね。本当にエレメントオブハーモニーを壊せるって思ってるの？それは違う。エレメントオブハーモニーのシンボルは私たちなんだから。これはアップルジャックは信じることを教えてくれた信頼のシンボル。フラッターシャイは怖がらずにマンティコアを解放してあげた親切のシンボル。ピンキーパイは笑いで怖さを吹き飛ばした笑顔のシンボル。ラリティは大事なものをあげて大海蛇を元気にした優しさのシンボル。レインボーダッシュは夢のために友達を見捨てたりしなかった忠実のシンボル。みんなのおかげであなたが仕掛けた罠を乗り越えられた。6つ目がないだろうが。光は消えた。そうじゃない、別の光が生まれたの。みんなの声が聞こえた時、姿が見えた時、みんなが大事だと気づいた時分かったの。これが友達というものだって。そしたら私の中で光が生まれた。分かったかしら、エレメントは私たちみんなの心の中にある光が生み出すの。そうして生まれた6つ目のエレメントは魔法。言ってるって思ってたけど、私たちみんなが友情のシンボルなんだね。その通りです。プリンセスセレスティア、トワイライトスパークル、私の弟子、頑張りましたね。でも夏至のお祭りが台無しになりました。私は友達を作れとそう言いました。ナイトメアムーン復活の予兆を見て、封印の魔法を秘めてるのはあなただと思った。そして芽生えた友情が魔法を解き放った。プリンセスルナにも同じことが起きてくれれば千年ぶりに元の姿に戻りましたね。これからは仲良くしていきましょう。
そして姉妹で国を治めるのです。姉妹？私たちの友情にかけて。ごめんなさい、お姉様が恋しかった。私もよ。浮かない顔をして。嬉しくないのですか？旅が終わってまたキャンタロットで勉強できるのですよ。嬉しくないです。素敵な友達がたくさんできた途端さよならだなんて。スパイク、書き取って。私プリンセスセレスティアは宣言します。トワイライトスパークルに新たな使命をここに授けます。友情の魔法について勉強を続け、分かったことをポニービルから私に報告するように。ありがとうございますプリンセス。これからはもっともっと頑張ります。リトルポニー TV。 こんにちは、トワイライトです。こんにちは、ミモリンです。ミモリンは歌も歌っているのよね。そう、未来スタートっていう歌を歌っているの。すごい楽しい曲だよ。包まれて何もかもが嬉しくなる。うわー、いい曲。それじゃあ最後は誰が出る？当たればラッキー。ラッキーポニースロットスタート。ピンキーパイ。この番組はブシロードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。